モデスト・アルト・シュラーモデスト・アルト・シュラーは、ベラルーシ出身のアメリカ合衆国の指揮者、作曲家、チェリスト。後年は、映画音楽の世界でも活動した。本名は、ボイセイ・イサーコビチ・アリト・シューレルといい、ユダヤ系である。ワルシャワ音楽院でチェロを学んだ後、モスクワ音楽院に転じて、アレンスキーとタネエフに作曲を指示。1890年に卒業後は、チェリストとして、 活動を始めるが、1890年代後半には、渡米した。1903年に、ニューヨークにおいて、ロシア公共楽協会を創設し、14年にわたって、演奏旅行を行い、同時代のロシア音楽を演奏し、ロシア文化をアメリカ合衆国に伝播する上で重要な役割を担った。アルトシュラーのオーケストラが、世界初演した作品には、例えば、スクリアービン。 放悦の歌が含まれており、この他にも、ムソルグスキーのホバンシチナ前奏曲の米国初演や、プロコフィエフのピアノ競奏曲第1番作品10の米国初演を実現させた。ロシア公共楽協会は、世界で最初に録音を残した演奏団体の一つでもあり、1910年にコロンビアレコード社において、チャイコフスキーやエドアルトラッシンらの商品を録音した。 アルトシュラーは厳格な専門教育を受けてはいたものの、モダニストの実験的な作品の需要にもやぶさかでなく、1915年3月には、ピアニストのマルグリッド・ボラビを迎えて、スクリアービンのプロメテ、炎の歌のニューヨーク初演を行った際には、新発明の装置クロモラを用い、演奏に合わせて、指揮校を投げかけた。第一次世界大戦勃発前に、自分のオーケストラを解散すると、 カリフォルニア州に移り、音楽教師や演奏家として、名声を築き上げる。映画界の重鎮になっていた兄、ジョー・アラーの協力を得て、1920年代半ばから、およそ四半世紀にわたって、映画音楽を作曲、演奏するようになった。カリフォルニア南部でも活動し、1926年には、グレンデール公共楽団を創設した。アルトシュラーの作品として、 現在過労死で知られているものは、チェロとピアノのための商品、ラフマニノフの主題によるロマンスである。アルトシュラー家は音楽界に一族を送り出しており、名、エディノ・アーラーは、夫フェリックス・スラットキンと共に、ハリウッド弦楽四重相談を結成しし、1940年代から1960年代初頭に、かけてアメリカ屈指の室内楽団へと成長させた。 二人の間の子供が、指揮者のレナード・スラット・キンである、チェリストのフレデリック・ズロート・キンも親族であった。ありがとうございます。